そう、3年前俺何も持ってなくて、本当誰も俺のこと知らなくて、でもオープンフィンガーで1日で人生変えられるんで、変われるんで、ここまで来れるんで、まあ、拳一つで絶対成り上がれるんで、殴り合うことできないです。オープニングが最高でしょ。六本木のキャバクラよく行きます。こうやってやったら女の子来ますから。やっぱオープンフィンガーはその KO が生まれやすい、まあ、グローブなんで、そこは絶対盛り上がると思うんですけどね。まあ、やっぱ人が倒れるのは面白いっすよね。だから生物と生物の戦い見てほしいっすね。気持ちが強い方、根性がある方がやっぱオープンフィンガー強いんで、やっぱそこって期待用のないもんだと思うんですよ。やっぱその人間の本質的なところを見てもらいたいですね。やっぱりあの山口優真選手と、まあ、伊藤純也選手は注目するっすよね。まあ、2人とも戦ってるんで、ダウンの取り合いになるんじゃないかなみたいな。今のヤーマンを生み出したのは山口優真選手が、まあ、きっかけだと思うし、より一層今のヤーマンを作り出したのも自分だと思ってるんで、まあ、ケツを拭くじゃないですけど、ね、またやり返せるチャンスが訪れれば必ずやり返したいなと思うんですけど、ね、まあ、でも次やったら負けないです。まあ前回穴負け方しちゃってるんで、ね、うん、まあ、こんな強いんだぞっていうところを、ね、大阪の、まあ、皆さん、うん、に知ってもらえればいいかな。覚えとけと。いや、勝ちたいですよ、やっぱり。負けたら、ね、嫌な気分ですし、勝ったらやっぱすっきりするし、勝つことがやっぱ勝ちの選手もいてるから大事だと思うけど、僕はそうじゃないんで、僕の価値はそこにはないと思ってるから、一番にあるのはやっぱり盛り上げることやし、滑るのが一番怖いですね。山内兄弟、山内優真の試合滑りなしやらって言われるのが、まあ、一番の褒め言葉ですよね。そうですね、本当やっぱでもオープンフィンガーを盛り上げてくれてる役者って感じですよね。いやー、ヒロトさん、これは、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなとは思うんですけど、だってタップロンめちゃくちゃ打たれてるじゃないですか。どうなるんだろうとは思うんですけど、まあ、でもタップロンも結構パンチの打ち合いになるとその、まあ、ダウンもらうこと多いんで、だから打ち合いになったらわからないですよね。まあ、ぶっちゃけ言うと向いてないと思うんですよ。パンチが有利になるんで、蹴ると隙間から入ってきて、で一発当たるとダウンしちゃうんで、結構蹴りの選手はあんま向いてないのかなと思うんですけど、タップンとオープンフィンガーが僕のやつ世界大日本ですよね。めっちゃ言ってるんですよ、僕前に。これ俺も入ってるやんなって。めちゃめちゃ広島に住んでますけど、ガチのやつやなと思って一瞬緊張しましたね。怖っと思ったんですね、ちょっと今日感じた瞬間、おもろってなって、絶対やりたいなと思って、そこで、まあ、パンチ力あるなみたいな思いましてね。あれでもらったらやばいから、だから戦わんす、ちゃんと1ラウンドでほんまに行きます。
通じゃない戦い勝負。オープン編が変で世界と戦いますよ。今回ライズ2度目の参戦、ジャッキー正也選手の登場です。今回はもうパッと終わらしますね。殴り合いやったら多分負けへんですよね。ちょっと頭飛んで持ってるから、僕の周りおもろい試合せえって言って、それでって言って、喧嘩もそんなしたことないですし、まあ兄弟喧嘩ぐらいですかね。日本対世界っていう対抗戦だったので、まさかオープンフィンガーをやるっていうのはちょっと夢にも思わなかったので、こんな大舞台でしかも初参戦大事で出れるのはとても幸運ですね。身内が見たことがないので、自分のタイプさん言ってないんで、僕試合があるとか見に来てとかで、やっと見せれるなと思ってテレビに映った自分の姿、おじいちゃんおばあちゃんやっとテレビ映ったよ。予想通りに打ち合うから面白いんじゃないですか。みんな1ラウンドから仕掛けて1ラウンドから KO を狙いに行ってほしいです。それだけじゃないですか。オープンヒンガーでやらしたらマジ負ける気しないですもん、階級上のやつにも。まあでもライズが最強だと思って、まあ最強になりたかったらライズで戦うしかないんじゃないですか。まあオープンヒンガーで俺ってやりたいんだったら、まあ、ライズ来いよって感じです。